三井佐吉5月5日から1967年2月16日は、日本の陸軍軍人、政治家、衆議院議員を一期務めた。軍人としての最終階級は、不評中佐。福岡県菊軍後の小倉市あ座横城で生まれる。多常多感の熱血感であり、能弁の死であった。行動派に属し、 1935年に、長田鉄山軍務局長を、藍沢三郎中佐が残殺した、いわゆる藍沢事件では、軍法会議において、陸士同期である藍沢の特別弁護人を務めた。1936年、2.26事件に関与したとして、禁錮3年の判決を受け面官となった。その後、国防力の充実とアジア進出を主張する、天関高い規制会を結成。 1942年の翌3選挙には、衆議院議員に無所属で立候補、当選している。戦後、公職追放となった。陸大学生として、三井の教育を受けた高山信武によれば、三井は、戦術や戦士の口述中でもしばしば興奮して、時世を外端して、軍部の進路を憂慮しており、 満州事変における軍部の独創と政府の右往左往を嘆いていた。教官としての教育態度は単に戦術戦士の研究にとどまらず、学生たちが憔悴として、参謀としての将来を考え、学生の人格形成を強く願望していたという。ありがとうございます。